海君は CM などに出演していた犬のタレント。本名は坂本海で湘南動物プロダクションに所属していた。ソフトバンクの CM で有名になり、愛称はお父さん、白いお父さん、お父さん犬。北海道有仏群向川町生まれの北海道県で、名前は北海道の海に由来する。好物はソーセージとロケ弁の鮭、きゅうり、唐揚げである。 妹にネネ、弟にポロ、子に、カイトくん、カイキくんがあり、そのうち子犬たち2頭は後述の、お父さんに悪を引き継いだ。2003年の、ウルトラマンコスモスの映画でデビュー。NHK 庁の連続テレビ小説、天下、TBS 系ドラマ、里見八県伝に出演後、2007年に開始された、ソフトバンクのホワイトプランホワイト学割などを、主に宣伝する、 白戸家の人々の広告に、ある事情で人間から白い犬に変身してしまった、お父さんこと、白戸次郎役として出演し、一役有名になった。このテレビ CM では、カットごとに、演技の得意不得意に応じて、ネネを代わりに出演させている二軒一役の場合がある。お父さん役の吹き替えで声を出している人物は、北王子金也である。CM 総合研究所の二千七年度、 CM タレント交換度調査によると、ソフトバンクの CM では、お父さんがキャラクター部門の一位であった。このブレークにより、カイクニアネネを主演にしたイメージビデオの DVD が制作、発売されている。2009年4月13日には、プロ野球、福岡ソフトバンクホークスの2009年の応援隊長になった。そのためホークスのユニフォームの肩のところに、 ソフトバンクモバイルの宣伝のため写真が貼り付けられている。背番号は0103となった。応援隊長就任セレモニーには、当時、ソフトバンクホークス監督の秋山浩二が参加し、秋山監督からユニフォームが授与された。2009年10月27日には、北海道県保存会向川支部長の飼い犬の、同じ北海道県と見合い結婚した。 2010年6月12日、ペアリングした北海道県ピリカとの間に有志2匹の子が誕生した。オスの子の名はソラくん、メスの子は夢ちゃん。2010年7月7日、もう一方のパートナーである北海道県赤キナとの間に死有3匹の子が誕生。うち1匹カイトが帯広の個人に譲られた。ソラと夢については、 2010年8月17日に映画キャッツドッグス地球最大の肉球大戦争の試写会に出演した海君と揃ってメディアにお披露目された。ウィルコムの CM も行っていた佐々木望みが登場するピエトロドレッシングの CM にも海君の子犬を使用したとテレビ東京系広告の番組で中畑隆がコメントしている。2014年4月 老齢のためにすべての仕事から引退。白戸と郎役はこのカイトが引き継いだ。2018年6月28日未明に老衰により制御したことが同日にソフトバンクから発表された。去年14。湘南動物プロダクションの担当者によれば引退後も唐揚げこそ与えなかったが、食欲旺盛で同社の地元にて約120匹の仲間と元気に過ごしていたが、 亡くなる、数日前から体調を崩していたという。その後、追悼展示、海君ありがとう展が、2018年7月20日から7月22日まで、原宿のクロマティックギャラリーで開催された。ありがとうございます。